エストルフは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州のシュターデ軍に、属す、マチソンで、ザムトゲマインでオルデンドルフを構成する、自治体の一つである。エストルフは、シュターデ軍西部、オステ川沿いに位置する。北は、クラーネンブルクの、ブロベルゲン地区と境を接し、東にはオルデンドルフが位置している。南と、西は、ブレーマーフェルデに属すエルマーハイで、 エルム、オクテンハウゼン、オッテンドルフ、オステンドルフの集落が存在している。オステンドルフ付近では、オステ川下岸までこの町の町域となっている。この町は、エストルフ、グレーペル、ベールステの集落からなる。グレーペルは、ヨーロッパ最大の五岩洋寒木林を持つグレーペルの港は、1960年代まで内陸航行用船舶の越冬地であった。 地元の船舶協会はこれを記念して、エーベル型ホブネや内陸水路用船舶を保存している。かつて独立した町村であった、グレーペルト・ベールステは、ニーダーザク先ン州の地域再編に伴って1972年にエストルフに合併した。この町の議会は11議席からなる。この町の紋章は1973年9月21日に制定され、 同年12月7日に、シュターデン軍の認可を得た。ズ柄、ガラ、緑地と銀地に左右に分割。向かって、左は斜めに置かれた銀色の切られた木の幹で、両側に2本ずつ枝の跡が残っている。向かって、右は3本の銀体がついた緑の亀と、その上に、緑の馬の頭部をかたどった斜め十字が配されている。向かって、左の図案は、9。 エストルフ家の紋章に由来し、合併前からエストルフの町の紋章として用いられていた。向かって右の亀はかつてのグレーペルの紋章に色違いで描かれていたものである。斜め十字に組み合わされた馬の頭部は旧ベールステの紋章で、ニーダーザクセン地方の古い藁葺きの家の屋根に現在でもよく見られる部材である。グレーペルはオステ川に面しており、 サイクリングや釣りの目的地となっている。オスターガー下半にあるグレープラーガストホーフプラーテへの父の日ツアーも大変に人気である。ここでは父の日の最後に花火が打ち上げられ天候によっては1000人を超える来訪者がある。民宿横にはオステ川を渡る小さな渡し船がある。この渡しはドイツフェリー街道の一部となっている。町内を 群動114号線が走っている。この道路は、ヒンメルップフロンテン付近で、シュターデやハンブルクに至る、連邦道 B73 号線に、エルム付近でブレーマーフェルデに至る、連邦道 B74 号線に、それぞれつながっている。グレーペルからは、群動82号線が、ブロベルゲン方面へ伸びている。オステカワサガンとの交通は、下記には、 小さなグレーペルの渡し船もあるが、ブレーマーフェルでのオステ橋を利用する。連邦アウトバーン A22 号線の長期建設計画が立案されている。エストルフには基礎家庭学校がある。上級の学校は、オルデンドルフ学校センターの本家庭学校及び実家学校、下でのヴィンセント・リューベック・ギムナジウムやブレーマーフェルでギムナジウムがある。グレーペルにあった 基礎家庭学校の文校は廃止され、現在は幼稚園として利用されている。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。